ミシュニミ323枠目スーパー桃太郎電鉄41枠目です。黒金さん10万石再生。さあ、おとといは、とんでもないことが起きてしまいました。黒金さんがありがとうです。 PC エンジンチャンネル派 PC エンジンミニ版スーパー桃太郎電鉄にいからく PC エンジンが好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃい。12月ですよ。今年も食品日本一を決定する季節がやってまいりました。さあ、今年の食品日本一はラックス水の電鉄収入の大阪鉄地屋に決定しました。水の電鉄は1年間毎月臨時収入が入ってきます。お楽しみ。森さんが一番さん、次男さんいらっしゃい。もうおとといがすごい溶かした。もうプンギャンプンギャン。次男さんいらっしゃい。わこ、青ビルと三つ子に丸さが入ったと聞いて、ちょっと待って、今9個目だよね。ミさん、マルサさん、今日もよろしくお願いします。あ、まだまだ近くいるな。大丈夫だ。ラコツ、ミオケンさん、10個目だよね。バーサさんじゃない。プンギャンプンギャンプンプンギャンプンギャンプンプンギャン。カズキューさん、グロムの先生、マルサと銀次のコンボはありまーす。ありました。あ、3年目にしてみるか。火曜を見てない方はぜひ今のうちに3つを笑、あんな悲劇派も勘弁わこ。まあまあ買っとくか、うどん屋買っとくか。よし、18個目先生、おじさんがリオです。わこ、シエリさんでしたい。あー、買い物してくる。なんだよ、水野社長。いいなぁ。鉄地屋が臨時収入が毎月6800万ってすごいな。あれは動画に残してもいいレベル。わら。動画のなってます。あ、戻らなかった。クソじゃ、まあ、クソじゃ、もうマイナス借金生活だからね。しょうがないね。戻ったところで、戻ったところであれだね。ワクオツです社長。猫じゃらしやで。あ、時カード使った。いかんな、時カード使ったかな。今一番離れてるからね。それ社長の方が離れてるっけ。いかんな、ちょっと使っとかないとあれだな。あんなに牽制を誇っていたオビルが。あっと皆さん大変です。とうとうモブズラが成長になってしまいました。しまいますや、もうしまいましたじゃないか。バカーンキャーッブギャーッブギャーッ。モブズラのせいで静岡の街は壊滅状態です。クソ電鉄所有のみかん畑が、さらにもうみかん畑もう一軒、さらに茶畑、あー、クソ電鉄茶畑、売電電鉄おもちゃ工場。はい、25個目されない。被害総額クソ電鉄4億8000万円売電電鉄1億円。うわー、せっかくの農林物件がね、農林物件がかわいそうに。 11? バーン。おもちゃ工場派もスライ外でもすぐに消えるし、広告貢献に。おもちゃ工場よく倒産するからね。こっちから行ったらいいんじゃない。第43位にランクインしました。待って、なんか物件かなんかないかな。社長、すずなさんでしたね。猫さんあれです。お、宇和島があるじゃない。なんだ、宇和島終わってんじゃんか。和骨です社長。どうもさんでした。前回はね、不幸な事故でした。よしよしして なすり付き合いしてる間に九州に上陸できる。伊賀さんが600プトニコ。伊賀さんがありがとうございました。クソ社長、あと何マスなんだ。あ、読めてなかった。あ、もうクソ社長も九州来たな。ここでもう一発銀継ぎが出てきて欲しかった。ね、カードマス要注意だからね。結構ね、カードマスで大体なんか銀次マイナスマスものだけどさ、出る確率なんかカードマス高い気がする。銀次は全部のマス出るらしいけど、ほとんどのマスで。ノーコッキーとさえで。うわ、カマスじゃんかよ。松山は松山しかないか。
かんな、これ。誰かついたら。あ、またやも開いてんじゃん。開いてんじゃん。まあ、赤に飛び込んでね、福の神出てくるときもあるしね。まあ、今これだけ金持ってたら別にいいんだけど、いいんだけど、アラプロスだね。いいんだけど、なんかね。あ、いいです、ナイス、ナイス、ナイス。たらい船や売られた。買い占めしてないから、あんまり見かけないか。アランプロソだね。あ、90来た。いかんな。これは自分が最下位だ。一番離れてるな。プンギャンプンギャン。PC エンジンが好きな人が来場しました。いらっしゃい。わ、リニアカードいいね。プンギャンプンギャン。あ、2位で詰めるカード持って。うわぁ、嘘だ、バイデン。バイデン、嘘だろう。うわぁ、来た。バイデン、22回目。あー、行かんかん。大阪、近い。近いけど、近いけど、近いけど、近いけどなぁ、決算。さすがコツコツのバイデン社長。さあ皆さん、この1年間どんな経営をなさいましたか。この1年間の収益発表したいと思います。ラック社長は266.6400万円、ミド社129.9946億円、バイデン社長12億。さあ、カニ気づき 5%。 うわー、逆転されてる。わー、グア落ちたー。うわー、うわー、モモテンダー、ライアさんいらっしゃい。なんだと。いやー、あー、前のセーブデータ残しとけばよかったな、これ。こうなるとわかった。いかん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 、なんてこったい。マルサ効果痛いわ、やっぱり。なんだ、まだまだ落ちれるな。思ったより角度が低くない。いやー、ちょっと待って待って待って、ぐっとしてから行こう。あー、やばいな。グレート、トランプ、お、エンジェルカード。悪さ滅びるって本当なんですね。ダーハー。ダーハーだ。いやいや、まだでもこう、まだ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 ね、慌てる時期じゃないですよ。60、まだあと30、何年ありますか、まだね。物件が元気ならすぐ戻れる。すぐ戻れる。すぐ戻れる。悪いことはするべきではないですね。すぐ戻れますね。物件はまだまだいっぱいあるから、収入は一番多いから。おや、来た来た。あ、なんだよ。最近すぐ返信するからな。そう、マルさんが使えるってことね。マルさん、だいたい1位のとこ行くからね。1位から。まだまだ桃太郎ランドを手に入れるまでは。マルサチャンス。マルさんはね、売ってないからね。カードマスで手に入れるしかないから。考えてます。もう大地震も使っちゃえ。まあ、トランプ社長はエンマ使わないじゃないの、大地震カードで。姫路は開いてないよ。わあ、みんな持ってんな。3、8。同様か。他の社長の。おっと、ラック社長、伊勢の福福持ち上がってるみたいに取り上げられて、デリシャ大人気、6900万円。あっと。ももすらー。いや、30回目白浜です。まさかい、電通案件ですか。ちなみに白浜の町を所有しているのはラックス電鉄、バイデン電鉄。以上の皆さんです。なんでこったい、もう。あ、9って、まあまあ9はよ、そこそこか。白浜ビーチは良さそう。待って、ハギ誰が取られてたっけ。
か。でもちょっとどうしよう。白浜のビーチ綺麗ですね。よし。白浜のビーチいいですか。あ、行きました。白浜のビーチがラックス電鉄によってヌービスとビーチに大修正功。ヌービスとビーチなんないから。そんな綺麗なビーチに卑猥な青ビル物件なんじゃない。青ビル物件もう立ってます。ただまあバイデン電鉄もね来てるんで、一度更地にしてもう一回買い直すっていうのがね。あっと和菓子屋が生きてた。ダンゴンモスラというブルドーザー、わら。ででん、モスラがね、どんどんさらしてるからね。今回もモスラがすごいね。前回ほとんどもモスラ出なかったのに、前回は どちらがすごい良かったよね。まあ、ゲームのテンポ的にはモスラの方がいいんですけどね。ドジラは結構移動で時間かかっちゃうからね。ドジラ結構遠距離移動したらスキップできないから時間かかっちゃうけど、モモスラ卵が生まれるだけだから。エンマ使わないんじゃないの、地震カードは。教育委員会の敵らしいです。あ、1進めるカードでドラム車持ってんじゃん。トランプ社長ついた。トランプ社長何気にゴール27回目だよ。すごいな。青森。青森。おっと、早速ぶっ飛ぶ。ん？横？これ短い。あ、戻った。4月。私も飛ぶか。一緒さん、泡盛、沖縄ね。ウィーン。中野。よしよ。はい、早いとこ青森のそこまで行って物件買いやさろう。でそんなに残ってないんじゃないかな、青森のそこまで残ってるなったっけ。沖縄ね、沖縄は残ってるんじゃないかな。沖縄残ってないっけ。誰かで、通販で買ってるかな、貧乏神とかで。プンギャンプンギャン。青森あってもそんなに高くない。プンギャンプンギャン。やっぱ青森も全部あそこら辺買われてると思うんだけどな。ハワイってなかったかしら。ハワイも全部買われてんじゃないかな。ハワイはでも目的地になってるからね。沖縄は目的地にならないから、なってないからね。ハワイは目的になるが、大体でみんな誰か買ってるよ。あっと、ニュースをお伝えします。沖縄で大きな台風が発生しました。各地に、大きな被害を及ぼすものと思われますんでご注意ください。一回モスラかなんか見やられたような。さあ、高知です。台風は高知で猛威を振るっております。台風くらいという風潮、わら。ただいま入りした。前にさ、北島の人、各地の被害は、ラックス電鉄所有のカンザシアの被害額1500万円、トランプ電鉄所有のカンザシアの被害額1500万円、ラックス電鉄所有の沢尻オリアの被害額5000、あー、もう一件、さらにカズムシ工場まで、被害総額ラックス電鉄1億6500万円、あー、トランプ電鉄1500万円です。まあいいよ、現金いっぱいあるから、現金あるの、現金は。ハワイはね、モモスラが23度目に潰しました。モモスラって同じとこ出ないの？物件が買い占められてる物件があるとことか、あの、なんかなんだろう。同じとこに来ないんですか？みんな別々だね。いや、大阪に2度出てるか。大阪に2度出てる。結構なバラエティーに飛んでますね、モモスラね。よし。ふんぎゃんぎゃん。ふんぎゃ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 ん。なんかないかな。いや、物件が買い占められているところですね。いや、34だったかな。ドロジさんが1200プトニコに広告しました。ないか。ふんぎゃん。
ギャンプンギャンプンギャン、ドルジさんからです。武家がもう全ね、岐阜はね、那須、富良野、軽井沢、大阪、熊本、山形、宮崎、高山、軽井沢、サイパン、新宮、軽井沢2回出てる、別府、熊本2回出てる、尾道、大分、広島、高松、鳴門、金沢、山形も2回出てる、アイケルバーガーさんで、大阪2度目、ハワイ、木曽、徳島、小樽、岐阜、名古屋、静岡、白浜さん。あ、トランプ伝説、まだ増資完了。トランプ伝説が、あ、ピンポンが移した、いいよいいよいいよ、どうよ、トランプに移して、トランプに移して、お、湯沢と新潟どっちもダメなような気がするけどな、あ、やっぱり、あ、湯沢開いてんじゃん、湯沢ってさ、なんかあったんだっけ、あ、どちらが出てんだね、湯沢ね、ちょっと前にどちらが出てるわ、よし、湯沢の皆さん、よし、湯沢を、はい、湯沢立て直した、湯沢を立て直しました、よし、湯沢を立て直しましたよ、よし、パチパチパチ、湯沢をね、絶好調、湯沢の恋スキー場に乗って、さあ、湯沢で恋をしよう、ダックススキー場、新しい CM ね、湯沢ラブ、和骨です、湯沢で恋が始まる、102個目さえでしょ、わらわら、ね、湯沢で恋をしようということでね、グランプエンタープライズ、湯沢で電話で呼んで1時間だけの恋をしよう、わら、よし、電話で、あと、バレンシャル南に逃げた、さあ、日本シリーズ時間制ですか、緑の車大阪水ノーズ、はい、ラック社長、名古屋ラックスで来ました、名古屋がね、復活しましたよ、はい、時間でホテルじゃないんだから、さあ、名古屋ラックスで来るか、5度目の優勝来るのか、大阪が4点で、あー、大阪水ノーズ、大阪水ノーズ、大阪水ノーズは、あ、3度目の優勝だ、大阪水ノーズ何年ぶり、5年ぶり3度目の優勝、大阪水ノーズ、お、軽井沢行けないか、軽井沢行けない、日本シリーズ敗退によりオーナー退陣の声が、いやいや、まだまだうちは横浜も持ってるし名古屋も持ってるしね、これからこれから、今返信しないかな、返信しないかな、ボンビー返信、チェンジキングフォー、あー、なんでクソジャージを突き当てくんだよ、トランプにトランプご推進がね、キングフォームチェンジ、よし来るか、あ、来ない、あ、ボケボケで横浜の中間、あーっと横浜の中間で売られた、農協記念祭でよみがえったね、湯沢地帯、湯沢、あ、関川地帯になる、今日はね、まあ銀次が出るか出ないかでしょうかね、キングボンビーが出るか、和骨です、いいかよ、高さんに遊郭よみがえらないから、グランプリさんに、マルサと銀次のせいで総合3位に落ちましたよ独走してたのに独走してたのが、タカさんが300プト見込みしました、タカさんがありがとうございます、怖い、あーっと落とした、トランプ社長落とした、落としがってんだ、落としがってん、怖いぞ、12月、タカさんありがとうございます、うわー、赤マスだらけ、うわー、最悪だ、戻るか、クスオ社長、あなたの借金、誰かになすりつけませんか、
残り10年あたりでセーブデータ大活躍の可能性がありますね。そうなんですよね。宮本信子怖い。トップのとこでセーブしとかないといけないけど、つい忘れて上書きしちゃいそう。データベトップ独創の、おとといのデータ取っとけばよかったのにな。マルサとかもに。データ取っとけばよかったけど。まあ、50年目のデータ取ってあるけど。あとい打ち試合。まあ、まだ30年。あっと成長になってしまいました。白浜が、ポキャース。まあ、2000億、なんて99億。誤差だよ。バイデン伝説中の日本旅館が、さらに日本旅館もう一軒、あ、さらにホテルまで、あ、またまたホテルが、ラックス電鉄のホテルまで、被害総額ラックス電鉄20億円、バイデン電鉄60億円、悲しいです、白浜が、思い出の白浜が、お、山形と仙台両方行ける。何年設定でしたっけ？お、仙台、99年です。99年、もう残り、わあ、もうこれはもう仙台しかない。えい、よし、どうしかん量。今ね、65年目ですね。あと34年、30年まあ切ってますね、もうね。はい、よし、みんなまだまだうろうろしてる。おや、あー、ミニモミ、なんだよ、この間のキングボンビーラッシュは何だったんだ。キングボンビーに、キングボンビーに変身マーツイは。水野社長マイナス5億、なんかヘでもなさそう。まあ、水野社長ね、トランプ社長まではヘでもないですか。バイデン社長って今いくら持ってるんだっけ。あ、クリスマスカード。クスオにキングになってもやることなさそう。クスオだとね、もうね、借金もみれだから。あ、あら、あ、福島はどうだっけ。あ、福島キュウリ畑開いてんじゃん。え、キュウリ畑、オッケー。社長も1000億まで派生負？マルタだとね、ラス社長に、おととい2000億以上払ってるから、2000億以上取られたから、わらわら、2000億以上取られたからな。100億、だろうが1兆、だろうが借金関係ないし、いや、まあ、特税でもんだけど、なすりつきカードがその時点、それのなく、それだけ借金あってのなすりつきは怖いね。マルサ銀次コンボ、よかったですね。なすりつけが怖いっていうのがね、マルサ銀次なすりつけとかだね、最悪じゃん。いやで、キングボンビに全部物件売られるみたいな、さらにね、キングボンビで物件全部売られるみたいな。はい、収益楽者275億、ミドニャ129億、299億、トランプニャ250、トランプ全然もう256億だからな。なすりつけ、あれ自分になすりつけることもありますよ。はい、トランプ社長と、あ、そうなんだ、他人に行くわけじゃないんだ。ならまあ自爆考えたらまああれですね。でもまあ怖いことは怖いよね。でもね、怖いわ。大絶戦。それだけ借金あったらもう別に自分に来ようがね、もう一発逆転。さあ、2に増えました。まだわからん、まだわからん、まだわからんよ。さあ、60、あっと、大阪来た。大阪3度目のモモスライスゲーム、よく出るな大阪。大阪最大最高3度目の資源です。さあ、ちなみに大阪の街を所有しているのは水野電鉄以上の皆さんです。早く金太郎くん呼んでください。水野大阪熱、水野大阪、水野大阪、嬉しそう。モモスラももう毎年のように繁殖してるからね。はい、149個目だね。もうモモスラ毎年のようにボン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 出てくるじゃん。お、カードリブラッキー。カードリブカードリブ、うん、わーん、なんだよここのテレフォンカード買っとこうか。じゃあしょうがないな、物件物件もらおう。プンプンギャ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 ン、まだある。以前テレフォンカード、
暇な時にテレホンカード使っても特製霊を買ってあげよう、わら。よし、あ、今金太郎カードあったっけ、見てなかった。金太郎くんカードあったかな、見てなかったな。まあなかったね、あの売り場にないね、あのね。なかったです。なかったですよね、うん、あったら買おうと思ってました。水の社長を助けたい、水の社長を助けたい、そんな気持ちがありました。誰も興味なかった、わらわら。ありました。あ、大阪、母も冗談よ、ここ神戸からだと行き止まりになってるやん。過去形ぷんやんぷんやん、おなら2枚も持ってる。ぷんやんぷんやんぷんやん、誰も信じてなくてそう。伊藤用カードとかで何も買えない。伊藤用カードとかからなんか買えるのがあるのかと思ってた。よし、みんなトゥルルトゥルル、はい、こちらはニコニコお茶の間ショッピングでございます。全国各地の物件をお電話一本で買うことができます。今回のおすすめ物件は網走の木彫り熊屋、サービス価格で、1800万円でお買い求め。はい、みんなまだ結構離れてるから、もうまだまだ使えるな。よし、救急とかテレホンあったね、救急サービス使ったことないけど。ご社長、ミニポンビ、お小遣いが欲しいので。金利手数料発端してくれますか。金利手数料負担です。ラツネット、ラツネット、夢のラツネット、ラツタ。あんだよ、銀次かと思わせて博覧会でした急にってもう終了してますよね。もう終了してますよ、確かね。もうまだいけるな。トゥルトゥル、はい、こちらはチコチコ茶の間ショッピングでございます。お茶まんめのカニ市場、サービス価格で1割引きの4500円。はい、おいちな、おいちな。まだまだみんな、まだまだまだみんな、あそこらへん、ここらへん売れてるし。これって買うものがないときってどうなるんだろう。ああ、どうなるんですかね。どうなんだろう。北海道物件、北海道物件ゲットだぜ。まだまだみんな遠いね、まだまだ来ないね。まだまだもう一回行けるの、もう一回テレフォンショッピング行けるの。地味に北海道の漁業関連を侵食していくラックス伝説間もなくお時間です。なるほど、お時間、じゃあもうラスト行ったんかな。7月もう一回テレフォンショッピング、もう一回行けるか。カードあるもん。やはり何もなかった。今回の宮崎のかぼちゃ畑2700万円、どうも。よし、しかも農林物件美味しいです。今日はまあモモスラデーでしたね。モモスラがたくさん出た、たくさん2回出たのかな。1回孵化してもう1回出た今日は別にね、不幸にあったの、あと台風が出たかな。台風はまあ被害額大したことはないんでね。火曜日が奇跡すぎた。火曜日がひどかったわ、もう。今日は銀次も出ないしね、キングボンビーも出ないし、平和な。あ、あ、トランプ伝説買い占めたわ。まあおもちゃ工場すぐ作れるからいいんだけど。高校野球もついてなかったしね、あの日はね。マルタ使うんじゃなかったよ。ん？ああ、これね。詐欺物件ね詐欺物件はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジンミニ版スーパー桃太郎電鉄2は毎週火木やってます。また来週の火曜日お会いいたしましょう。はい、おつでした。おつでした。おつです。おやすみなさい。おつです。172個目さん、おつです。おつです。おつでした。おやすみなのね。はい、おつです。おやすみなさい。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。おつでした。おやすみなのね。オツですの。オツですの。オツですの。一応くなりやすかった。オツです。オツの。